ミートピア。開幕からアブさんのクイズを浴びることになった。本当にどこにでもいるんだね。ラスボスの異常よ。なんでいるのアブさん。ちらりと見えた。あー、なるほどね。オッケー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 。ちらっと誰が通るから、それで判別しようと。大丈夫大丈夫。さすがに大丈夫でしょ。自分の作ったミーなら外さんよ。うん。僕が外すのはあれだからね。もういいよね。もういいよね。あー、これクラティア君。はい。あ、これはわかりますよ。あ、てか、これメイクウィッグそのままなんだね。じゃあ大丈夫、わかる。メイクウィッグそのままの大丈夫です。胴体色。アイリンです、こんなから。一瞬、ちょっとね、違う人に見えたけど、うん。自分の作ったミーは絶対外さないんで、はい。ちょっとだけ不安要素あんだよな。ワリオです。なんかすげえな。中身がいろいろとすごかったけど、ワリオです。よかったー。てか、危惧してるクイズが来ないな。僕ね、動画で紹介したいものがあるんやけどな。メイクウィッグをすることによって一つね、すごい悲しいことが起こるんですけど、一部のクイズで。それがまだ見れないな。あ、なんか、待って待って。この感じ、岩落ちてくんちゃうか。おい、やばい、岩落ちてくんちゃうか。あのさ、毎回雑に岩落とすのなんでなの。そんな毎回雑に岩落とさないでよ。あの、なんかね、マップがね、もう分かれてたんですよ。上と横に。だから、なんかそんな気がするなと思ったらこれよ。早いなぁ、岩落ちんの。この世界、岩落ちんの早くない？こっち陣営は、アンラがいるね。ってことは、向こうには幼少期アンラとリリア様がいるのか。じゃあ大丈夫かな。うん。一応ね、あんまり出てないんですけど、ちゃんとね、出てないメンバーもちょこちょこ鍛えてはいますんで、トップほどじゃないけどね。てかトップ、ちょ、レベルの差どうなってんの？さあ、というわけで、あ、UFO 嫌い。こいつもうバナナ吸い取ってきます。もうバナナ吸い取るだけの害悪モンスターです。大して強くはないんですよ。おー、焦ったー。マジポイントケチって何すんの？シャイニング。あ、そうそう。あ、今ね、撃っちゃいましたけど、オートで。増えました、僧侶の技がね。僧侶って、やっぱりさ、基本的に、最近のゲームって純僧侶はあんまいないじゃないですか。昔のゲームにはね、テイルズのミントみたいなね、完全純僧侶みたいなのがいたんですけど、このゲームは一応ね、攻撃できます。攻撃魔法が打てます、僧侶。あんま、おいおい、熱弾連射！おー、強いじゃん。トウカさんやるじゃん。さあ、というわけで、バンシー、インテリバンシー。バンシーなのにインテリになっちまったよ、いよいよ。このね、シャイリング。これこれ、光の一撃で、これ、まあ、攻撃魔法です、簡単に言うと。攻撃魔法が増えました、僧侶に。だから、一応できるんですけど、燃費が悪すぎますね。33使って、あんまり強くないんですよ、これ。撃ってみればわかります。さっきマイペースで、何、ケチってあれか。さあ、行ってみよう。行くぜー。シャイリング !251! 結構出んな。結構出るんだな。でもそれ、僧侶って普通に物理攻撃もいけちゃうんで、このゲームの僧侶ってね、なんかね、結構ステータス高いんですよ、全体的に。で、物理攻撃はそこそこできるんですよね。何？あー、やばい、マインドドレインずるい。マインドドレインずるいよ。そういうマインドドレインしてくるのは害悪だっか。害悪しかねえな、さっきから UFO だな、こいつらの。トコさん !MP7 になっちゃった。とどめ刺した。あ、トランプ今でも信じられないよ。何が？僕が大魔王だったこと。ま、顔だけ見ればもう今のその状態でも大魔王だよ。てかなんかすごいボッサイな、君のなんか見た目が。そして、世界中の人々を瞳に合わせたこと。まあでもそうだよね。よく RPG でもあるよね。なんか魔王になってた人はさ、その時の記憶ないもんね。覚えてないの？うん、記憶はあるんだ。でも体の自由を奪われて、大魔王がいることを見てるしかなかった。ってことは岩田社長もそういう状態ってことか。どっち？よっしゃ、行くぜー。外役は消さなきゃね。行くぜー。シャイン！ドン！おっ、377！リリア様もびっくり浮かれ出た。リリア様もここまでの火力は出せないよね。377はだいぶ出たな。一人でそんだけ出すらすごいよ。リリア様いなくてもいよいよ攻撃魔法打てるようになっちゃったか。おーおーおー、どこ行くんだい？どこ、どうぞ。ペンパイな、ポペ。ピコ太郎いいね。それトランプ戦ってねえな、お前。トランプが戦う前に仕留めちゃってるもんな、なんだかんだで。そうだね、トランプ戦ってくれよ、お前。なんかできんだろ、お前。マイペース、どっち？
よし行くぜー。外役を、あ、さっきやったね。外役を消さなきゃ。サインド、ドン。すごーい。ん？4人で揃ったけど、何？あれ？マスドイとジとクロちゃんだ。どうしてこんな感じ顔が？顔が取られてる。また取られてしもうた。困りましたわ。そんな悪知恵を働かせてたの？街にもっても何もなかったべや。強化クロちゃんゴーレム。ゴールド松添都知事将軍。長いんだよな、ゴールド松添都知事将軍って。2体か。今までのボスがこうやってやってくるわけね。こっちも結構大変だけどな。どうする？片方から削りたい。片方から削りたいね。とりあえずまずはシャイニング打つか。いきます、マイペースの。いきまーす。360体だよね。シャイニング。この僧侶の時にさ、目そんなパッて広がんないいいけどな。片方からとりあえず落としたいね。火力は結構出るから。ピコタルどうする？みんな、愛するよーだと思ったわ。まずこいつラブコールから入るからな。まあでもまあまあ悪いことじゃ、悪くはないからね。どうなる？うわ、結構食らな。あ、やべ、2回行動か。結構やばいな。安全したい。使おう。ピコ太郎を下げます。いやー、2体が2回攻撃か。マジンガ様みたいになってんな。慎重！え？うわ、即死攻撃？ボスに？トランプどうすんや？ HP バナナ？あ、そういうことができんのか。なるほどね。HP バナナをさ、分けてくれんのか。普通に優秀だね。HP バナナのレベルが上がってたら優秀だな。てか今さ、まさかのボスに即死攻撃をするのはなんかちょっとびっくりしたわ。それとも HP が低かったのかな。マイペースどっち。お、いいね。ちょっと今日はやる気が満ちております。メイカップ200サイニング。メイカップ200だな、本当に。いいいい感じ。うん、まあここ食らうで安全地帯よし用意して、ピコ太郎前線、これ大丈夫でしょう。トーカさん発射。え、終わった。終わった。ちょっと待って。助かったの。あの時と一緒のこと言ってるよ。ありがとうございました。まさかのこいつら帰ってくるとは。忘れた頃にやってくるんだよ。え、ああ、え、なに。そこのムービーあったの。俺らのいないとこにだけど、完全に俺らのいないとこでさ、顔戻ってるみたいになってんな。え、街戻ったらそんな演出あったのかな。多分ないと思うけど。戻ったぞー。え、パパ、よかった。もともと助けてもらったな。感謝いたします。どっから声とかけてんねや。でもどっから、俺らその声聞こえへんと思うんやけど。まったく大魔王のやつで。いや、今は超魔王だったか。戦いは続けるんですね。そのために期待しておるぞ。頑張ってください。じゃあ、あとは、向こう側もあるな、これ。暗いかいる、あそこに。暗いか、あそこからか。じゃあ、これは一方その頃入るかな。いや、トランプの正当シーンが HP バナナ1回というのはちょっと悲しいけど。一方その頃か。でも、どうなんだろう、向こう側。でも、リニア様とアンナいるから大丈夫と思うけどね。いや、あ、こっちこんなもんか。あ、でも、まあまあ、いいんじゃない。リリア様とアンラいるし、別に、いや、ミヤルカ19だったの君。あ、これはもうリリア様やってください。おめめデューサ。なんやおめめデューサって、すごいリリア様。アンラ手伝っても大丈夫。火力出る。メガエクスポーションプラスドン。うわ。やった。やっぱりリリア様がいるのは強い。そっちにリリア様いれば間違いなく大丈夫だわ。アンラも強いしね。物理攻撃めっちゃ出るからね。あ、いけ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 。これだと残り2人の存在。いやー、こっちの方が敵強いんじゃないか、向こうより。なんだかんだで。リーデス様ゴー。願いとそうぞ。よし、倒れないか。アンナどうする。二段切り落として、落として、落として。よし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 。アンナが引っ張った。あとはヨッピーとクライカ軍。クライカを睨みつける。え、何石になった。なるほどね。石になるがあるか。じゃあ、順当に下げていきましょう。これは順当に下げましょう。休憩中で石、
体がほぐれる。マジか、メデューサそんな石にするのか。メデューサらしい技ではあるけど。まあでも、これだったら、次アンラで終わりやね。お、動ける安全地帯って何でもありだな。なんでアブさんこっちにいんのアブさんまでちょっとちゃっかりこっちにいんの面白かったんだけど。いつまでもそういうこと忘れない。何くんの？はい。過去の出会いか。あ、それは大丈夫。それは大丈夫、大丈夫、大丈夫。自分の配役してんだから分けろ。自分の配役したミーは覚えてるよ。これってね、人のミーとか配役するとわけわかんなくなるね、でも。自分だって色々と印象強いもん。インパクト強いやつばっかだからね、基本的に。はい。元大魔王どの人？この人。ちょっと待って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 。なんだったら元大魔王みたいな人いたな。はい。でもそうやって指定してくるか。組長はどの人？いや、そりゃさすがにわかる。組長だもん。配役ぐっちゃぐちゃだったもん。てかみんな顔がね、印象強すぎるんだよ。平均顔みたいなのはいないんだよ。小池百合子の格好。ははは。ちょっと待って、これどうなって、ちょっとどうなってんのこれ。はい。ちょっと一番右どうなってんの、もうなんか意味わかんなかったよ、今。何がどうなってたの今。なるほど。グレムリン2なんだ。リリア様、新しい技、ギガライトニング、ライトニングの最上位行ってこい。わー、どん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 強い強いねー、ギガライトニング。いよいよそこまで来たからね。旅の疲れで険悪なムード。おい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 、もう足パタパタさしとる。もうちょっと。ヨッピーとクライが喧嘩すんなさ。あ、リリア様がね。やっぱリリア様が引っ張ってくれるからね、このね、パーティー。まあまあ。いやー、リリア様。さすがだわ。なんか時々ね、これでもね、収まらないやつあるんだけどね。リリア様、ネクスバージョンドンバンうん、旅のつ、トップが2人、それじゃダメでしょう。トップが2人、これかい。いや、この二人、おー、今度はヨッピーがね。まあまあと。ヨッピー。はい、まあまあ。よーし。よかったよかった。あ、仲間をしないパターンがないな、てか。なんだかんだ仲間をしないパターンってないよね、ほんとに。さあ、奥地に来たところですが、捕らえてる。ガオガエンガオガエンやないか。やっほーふぅー、仮面渡しパラオ。この感じだとあれか、ヨッピーだけは経験者か。多分ヨッピー言ってるよ。気をつけろ、あいつ呪いしてくるぞみたいな。頼むぜ、みんな。リリア様、バリアー、バリアから入ってくるからね。ありがたい。耐久力補なさ、補ってけ。ヨッピーどうする？ヨッピーと暗いかも大事だよ。ぬぬぬー、大地はお怒りだー、ヨッピーもお怒りだー。なるほどね、呪いをかける。あー、俺ファラオ。僕ちゃんファラオ。なんや、僕ちゃんファラオってどういうことやねん。まあ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 、いや、3000クラワン。そんなクラワンねん。さあ、怒り状態になったヨッピーなんですけど、こうなると2回攻撃してくれる可能性がね、飛躍的に上昇するんで。どういうポーズだよ。あ、お前の方が早いか。もう一度行動。来る！いや、でもちょっと食らった。いけ、ヨッピー、怒りに燃えている。いや、召し上がりじゃない。召し上がりじゃないの、激辛料理。なんで怒ってるの、人に、あっ怒ってるんだったら人に攻撃させんな。ヨピは怒りが収まらない。収まらないのはええんやけどさ。収まらないからといって、リリア様にさ、役立たりしないでくれる。メガファイヤー。おお、音、え、嘘でしょ嘘でしょ、そんなすぐに割るもんなの。リリア様って偉大やな。あー、ガオガエンの方が来るかにしても、ちょっと忘れて、ちょっと存在としては忘れてた部分だな。いや、でも意外とさ、短期決戦で済んでね、ボスが。やっほー、またまた俺の顔を取るなんて、超魔王のやつめ、やっつけちゃってくださいね。あ、俺面白い、生きてます、どうしよう。さあ、無事に合流ですね。リリア様とアンラなんかやっぱ相変わらずやな。おーい、アンラー、やったー。やっぱ結局ね、
アンナとリーダーが引っ張ったわけですよ。